3、2、1、0。7月の10日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下浩一郎が皆様の日々の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布で切る。今日7月の10日はネバネバ納豆の日だそうです。北大西条約 NATO の日だとか、七味唐辛子の日だとか、いい加減なことを言う人はたくさんいますが、朝起きて食べようと思ってた僕のシャーベット、いつの間にか嫁さんに食べられてました。僕にとっては納豆の日であった。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。法事の引き出物にご注文多数、常温保存が効く法事の引き出物はお任せください。卵豆腐に山椒の実の佃煮、これがまた素晴らしい酒の魚となります。しびれる山椒の実が卵豆腐の美味しさを引き立てます。ちょっと飲みすぎには注意です。ニケボマッチャン、また電車の椅子が辛いし、嫁さんに怒られてやんの。